こんにちは。こんにちは。アウトドアファミリーです。本日はアウトレット購入品。先日ですね、夏休みでアウトレットへ行きました。その時に買ってきた購入品をご紹介していこうと思います。はい、夏休み良かったですね。良かったですね。はい。一泊二日の家族の夏休み、はい、満喫しました。はい。夜遅くまで遊んじゃったね。もうかなり二日目。なんかいつもさ、旅行行く時とかってさ、いやちょっとゆっくりしよっかとか、リラックスされに行こうかみたいな感じで行くんだけれども、結局最後まで遊んでしまうという。そんな感じの休みでございました。はい、ということでね、早速行きたいと思います。はい。はい、どうしたチョコ？チョコ。おいで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 。あ、チョコか。チョコか。はい、チョコ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 ポーン。ということで、じゃあ早速いつも通り。はい。こう行きますか。はい。行きましょうか。うん、ね。順番に行きましょうか。はい。チョコちゃんなんか遊んでほしいみたいで。じゃあか。ね。はい。行きます。じゃあパパさんの買ってきたやつからいきたいと思います、はい、パパさんが買ってきたものはこちらです。じゃん、こんな感じのねトップスを購入してきました。なんか普通の T シャツっていうより なんていう生地これは。リブ生地っていうか、なんかニットではないけど、うん、ポコポコしてるポコポコしてるワッフル生地とは言わないみたいな感じのやつかな、うん、はい、こんな感じのねボーダーとは言えない、これはボーダーっぽいっぽいやつ購入してきました、うん、こんな感じです、うん、良さげ、うん、最近ナノで買うこと多い、うん、ナノユニバースで買うこと、うん、多いですね、はい、なんか見た感じね、パッと見てあこれいいなっていうふうに、ん、思って、うん、まだ着てない、うんうん、タグついてる、本当だ、うん、若干生地が厚めだから、そう厚めだからね、もうちょっと涼しくなってからの方がいいのかなって、うん、そうだね、思ってます、うん、購入価格の方は6380円でした。これ安くなってこの値段ってことでしょ、うん、ね、そうそうそう、スペシャルプライズだから、ね、定価みたいなの出てるの、これ定価は出てない、出てない、うん、はい、ということでスペシャルプライズって言って安くなってそんな感じの値段だと思います。はい、はい、そして私はこちらミフィちゃんなんだね、うん、うん、かわいいね、かわいい、最近ここで買うこと多いんですよ、ダボっとした T シャツ最近多いダボっとしたダボっとしたって言わないの、オーバーサイズ、あそうだね、うん、そうオーバーサイズ、そうそうそう、流行ってるからねオーバーサイズね、こんな感じで見えるかな、はい、そうこんな感じのねトップス買いました、うん、はい、なんか俺でも着れそうだな、本当だね、でかい、なんかふわっ、でかいね、すごいでかいよね、だから着た感じそうでもなかった、うん、そうでもなかったね、なんか落ちてた、下に落ちてたから、そんなにシルエットも悪くないなと思って、うんうんうん、でなんか色が、うん、なんか黒じゃないんだよね、うん、グレーとも言わず、うん、墨黒的な感じの、うん、カラーで、うん、でちょっと丈も長めなんでワンピースみたいな感じでお尻まで隠れるのがいいのと、うん、あとね生地感がねすごい薄いの、うん、あそうなの、あ本当だ、だからなんかサラッとしてるね、結構ね涼しそう、着やすそうだなと思ってこれにしました、うん、はい、なんかノースフェイスとかも見たんだよ、うん、パタゴニアとかも見たんだけど、うんうん、結構 T シャツが少なくて、うんうん、もうね秋冬のものが置いてあるのが多かったよね、うんうん、そうだね、そう、うん、だから夏物少なかったもん、そう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 、うん、だから夏物が欲しくてね、うん、ちょっとここで買いました、はい、2400円、おーから 5% オフされて、うん、そこに消費税が入ったから2508円でした、うん、あ、そうなんだ、うん、でもって次は次、ママさんです。ママさんはナノユニバースで買ってきました、はい、はい、ママさんが買ってきたのはえ、これかわいいよね、ワンピースです、うん、ワンピースね、うん、はい、こんな感じです、うん、なんかほぼほぼなんかそう、あのこれね、これがそう、パパさんがね、選んでくれましたこれがいいよママとかっつって、いやいやいや、あの無理やり買わせたわけじゃなくて、うん、これがいいと思うんだけどどうみたいな感じで、うん、そうそうそう、まあ、そう選んだって言ってもそんな感じですね、もちろん本人が嫌だって言えば別にそれで買わなくていいんだけど、うん、なんかこれママ似合いそうだよって言って、うん、そう言ったらなんか2種類か3種類色があったんだよね、ベージュとかね、あったんだけど、うん、なんか黒が一番気に入った、そう黒が一番気に入りました、ベージュ一番最初に来たんだけど、うん、なんとなくしっくり自分の中でしっくり来なくて、うん、黒来たら、うん、まあ、黒はいいな、素敵だなと思って、あ本当に、うん、
パパさんに選んでもらいました。よかったよかった、うん、よかった。かわいいよね、うん、そう、なんか黒い、はい、暗いカラーだから、うん、秋口までカーディガンとか、うん、上羽織れば全然いけると思うし、うん、ああそういうのわかんねえんだよ、うん、ああそうなんだ、うん、えー、そっかそっか。お値段が税込み6776円でした、うん、はい。これもやっぱアウトレットだから安いんだよね、だってね、うんうん、ね、なんだと思う、うんうんうん、でもワンピースだからこの値段だったら安いかなって。だって1枚で着れるからね、上にね、そういうカーディガン着たとしてもね、うん、1枚でもう、そうそうそう、ね、そのまま着れるからね、うんうん、夏はこれも最高なんですよね。そうだよね、こうやって考えなくていいし、上のカーディガンだけ考えればいいってことだけでね、うん、それあるよね、うん、可愛いと思います、はい、そしてそして最後はゆうたくん。はい、次ゆうたはですね、はい、コロンビアで交流してきました。ユウタコロンビア好きだよね。好きだよ、なんだかんだやっぱりコロンビア好きだよね、ユウタはね。前はね、あのモンベル一択だったんだけどね、うん、最近コロンビアもいいなって思い始めてね、うんうん、こちらの T シャツを購入してきました。おお、じゃあいい感じ、ちょっとポケットのところがしゃれてる。あ、ほんとなんかちょっと絵柄が入ってるような、うんうんうん、そうそうそう、あの背中にはね何もね、うん、デザインはないんですけれども、うんうんうん、まあポケットのところにちょっとしたデザインがあるのが、うん、俺的にはちょうどいいかなと思って、思いっきりデカデカと書いてあるのもいいんだけど、うんうん、まあ、たまにはこういうのもありかなと思って、うんうん、今回こちらを購入してきました。ああ、そっかそっか、いいね、ワンポイントな、ね、柄がちょっと洒落てる感じ、うん、なかなか珍しいというか、ねえ、うん、ねえ、あんまり見ないというか、うんうん、良さげです、ね、ほんといい感じ。なんか T シャツとかってさ、うん、何枚持っててもいいよね。そうなんだよ、そうなんだよ、汗かいたらちょっとね、あの着替えたいしさ、そうそうそう、 T シャツってほんと何枚持っててもいいって感じ、うん、いいよね、だよね、うん、意外に似たのがあってよかったね。そう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 、機能的にもね、なんかいろんなさ、うん、コロンビアってさ、うん、あったりするし、ああそうだよね、着ると涼しいとか、そう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 、そういう機能があったりする。そうだからお値段は普通の T シャツよりもちょっと高くなったりする時あるんだけど、うん、やっぱその分機能性がいいから、うん、アウトドアで着たりとか、やっぱり外で着るとこうね、うん、暑かったりとか汗かきやすかったりするんだけど、その機能性があるからいいよね、うん、そう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 、うん、でお値段がですね、うん、これ元々の価格多分映り込んでんだ、うんうん、ああ剥がしたけど得意よそれ、うん、じゃあやってくれる。元々の値段がの上に、ああ悪い価格が、ああ見える見える、あ見える、え元々の値段が5830円、6000円ぐらいするんだ、だったのがアウトレット価格で税込み3498円。おお、お安いです、ね、2000円ぐらい安いってことですよね、うん、こういう安いのがさ、うん、結構さ見つけちゃったりするとさ、うん、やめられなくなっちゃうんだよ。そうだよね、アウトレットってね、うん、でこれなんか裏から出してきてくれたじゃん店員さんが、うんうん、でなんか2種類あって、うん、あの同じものが2つあって、このポケットの柄がなんか2つ違うんですみたいな、うん、これはこういう柄でこっちはこういう柄で、いやポケットのところの柄が違ってたんだよね、うん、だからどちらがお好みですかみたいな感じでやつだよね、うん、そう、なかなか T シャツそういう風に選んだりするのっていうことはないんだけど、うん、なんかこれはポケットのところの柄がちょっと違うのが、うん、なんていうの、一着一着違うって言い方か、うんうん、みたいでね、うん、自分の好みのやつを選ばせてもらったんだよね、うんうん、よきです、よきです、いいと思います。次はなし、次はなし、これで以上、以上、以上です、はい、今回は1人1点ずつ購入してきたっていう感じになりますね、はい、うん、だけどいいことよかったね、うん、一人一人それぞれ1点ずつだけど気に入ったものがあって、はい、あ、よかったです、よかったです、よかったです、うん、アウトレット楽しいね、楽しいねだから行き始めるとさ、そう、止まんなくなる、行き始めるとね、こう結構行くんだよね、 うちってね、行かないと行かないでこう落ち着いたりするんだけど、そうそうそう、行き始めるとバタバタバタって行って、うん、もう行きたいの、ね、うん、次はちょっと靴みたいなとかさ、そうそう、そういう風に思ったりとか、ね、この店で一番安いものは何だろうとかって探すのも楽しい、ああそういう楽しみね、あ、うん、あ、それでは本日も動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。しっぽぶりぶり。ちょ、しっぽなってる？かわいい。チョコちゃん、チョコちゃん。チョコちゃん。チョコちゃん。チョコぶら下がっちゃうじゃん。